しここにいさせて、この体で。屋外がこんなに暖かいなんて。私のことが好きだって言ってくれたけど。道端で呼び止められて、うちの体は丈夫で100万人に1人の武術の。残生覇中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。後です。今日はどんな出会いがあるかな。
こんな技まで身につけちゃう。はあ、疲れちゃった。今日はもう休ませて。聞かせて。少し考えさせて。今日もかなり収穫があったよ、うち。今日はどんな出会いがあるかな。
また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。遊ばないで剣術の稽古ばかりしてたら、賢いうちでもおバカになっちゃうよ。面白いじゃん。今日は最初の試験だね。試験のテーマは基礎技術だよ。うち知ってるよ。足腰を鍛えてこそしっかりと戦えるってやつだよね。それは憲法のことでしょ。でも間違ってはない。基礎的な身体能力、正しい力の使い方が身についてないと、複雑な技なんてなおさら身につけられないよ。美月さん、毎日の素振りは基礎のもとなんだ。速さ、勢い、鋭さ、それと滑らかさでしょ。分かってるって。ほら、美月なのかもあなたの長話にうんざりしてる。え、うちはそんな風になんか思ってないよ。僕は美月さんが初めて剣術を学ぶから、口伝を強調して理解を深めてあげようとしただけだよ。文理みたいな天才であっても、基礎をおろそかにするとせいぜい見かけ倒しの技にしかならないからね。教えるならさっさと教えれば、わざわざ私を引き合いに出す必要ないでしょ。まさかこれについて寛永将軍から教わらなかったの？あなただって戦闘中にスズメみたいに飛び跳ねるのは良くないってこと、将軍に教わらなかったようね。この数日、美月さんも基礎技術をかなり学んだだろうから、そろそろ試験をしても大丈夫だと思う。美月なのか、双剣を構えてしっかり立ち向かって。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。身のこなしだった。合格だよ。やったー！
えね、早く褒めてよ。これも二人の師匠と助教さんのおかげだよ。じゃあ今カンパニーのあいつと戦ったら勝ち目はどれくらいあるかな。美月さんはもともと武術の才能があるし、実戦経験も豊富。それに僕とウンリが剣術を指導しているから、もし今カンパニーの警備用メカに戦いを挑んだら、おそらく勝ち目はない。うん、ウンリの言う通りだね。え、全く勝ち目がないの？師匠たちはうちの自信をなくそうとしてる？先に言っとくけど、うちは褒められて伸びるタイプなんだからね。それってつまりうちの剣術はまだ修行が足りないってこと？半分趣味程度で美月なのかに技を教えてきたけど、弟子に技術を教えるということに対して達成感が出始めている。え、ウンリは今頃そうなの？美月さん心配しないで、僕は最初から真面目に教えてるからね。いちいち突っかかってこないで。美月なのかに教えた技はどれも主命剣術の中で磨き上げられた技なんだから。美月さん、この15日の修行期間というのはあまりにも短い。だから試験の結果に関係なく、基礎技術の稽古は続けてほしい。そうすれば少しは勝ち目も出てくるはずだから。将軍はいつも剣術試験の後、剣の手入れのために僕を構造師へ連れていくんだ。そこで美月さん、今日は将軍のやり方に習って一緒に行こう。これも君を認めてるってことの表れだからね。ありがとう、元気を師匠。何か分かったか？はい、調査の結果、あの少女も請求列車の名無し人で、侮れない実力者だということが分かりました。スコートさん、この賭けは少しリスクがあるのでは？リスクを恐れてどうする。お前は戦略投資部の大物たちを見たことはないのか？彼らはリスクのない取引はしてないだろう。私の前で弱そうなふりをして驚かせようとする魂胆だったか。おい、この付近で最高のメカを調達してこい。わかりました、最高のメカを検索しています。15日短期集中コースを受けた弟子とやらがどれほどの実力を身につけてくるのか見ものだな。どんな出会いがあるかな。
また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。10人倒す。収穫があったよ。うち本当残生覇中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。後で少し復習しとかないとね。また新しい技を学んだよ。今度試す。残生覇中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。うちが相手。意見を聞かせて。やめておこう。今日もかなり収穫があったよ。うち本当に今日は2回目の試験だよ。今回の試験監督は私。あなたの奇策で敵に勝つという能力を試す。おじいちゃんが剣に決まった型はないって言ってた。この広大な世界は全てが剣であり、全てが剣の技。短期間で敵に勝つ実力を手に入れたいなら絶技を身につけないといけない。絶技といえば烈焰濃茶を用意してあるよ。金人口のあの烈焰濃茶？そうだよ。これはある元気の話なんだけど、英雄が烈焰濃茶を飲んだ後、体が震え出して千鳥足になったの。そしてその英雄はよろめきながらもデタラメな水剣で父親の敵を撃ったんだから。真似をするのはいいけど、あなたは水剣を使えるの？使えないよ。でもこの烈焰濃茶を飲めばできるようになるんじゃないの？
美月さん、原理と現実は違うよ。もちろん、うちも世間でいろいろ学んだんだから。美月さんは最近あちこち回っていろいろ経験したって聞いたけど、それがどれくらい剣技に応用できているかはこの目で確かめるしかないね。美月なのか、今回の相手はカンパニーのメカに近いよ。双剣を構えてしっかり立ち向かって。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。清流逆光ミルクティー最高。不思議な技だね。でもそうやって自然と剣技に応用できているんだから、美月さん独自の術技と言ってもいいよ。運理の勧めであちこち回ってるって聞いた時は時間の無駄かなって思ったけど、全くそんなことはなかったようだね。変わらず頭の固そうな師匠がいるみたいだけど。師匠たちの教えに感謝するよ。じゃあ無事に合格できたってことだよね。そうなんだよね。間違いなく合格だよ。やったね。助教さん、そろそろうちのこと褒めてくれてもいいんじゃない。今回は謙遜しないよ。うちは本当にかなり進歩してるんだから。将軍も言ってたんだけど、剣術を学ぶときには先生を選んじゃいけないって。運気の教えだけじゃなく
世間の様々な実力者や異国の友人からも学ばないといけないんだ。実は以前ケイナイフンさんに宝剣を飲み込まれたことがあるんだけど、あれは確かに剣術の修行では学べない能力だよね。それで今あなたは自分に勝ち目がどれくらいあると思ってる？3割か4割くらいかな。それだけ剣術に対するうちの理解が深まって実力を推し量れるようになったってことだよ。ついでに言っておくと、元気に出てくる英雄は戦いの前に実力を隠すものだからね。はあ、それは経験に裏打ちされた話だよね。さっきの試験を見る限り、技を使いこなせるようになるまでにはまだ時間がかかると思う。でも現時点でここまでできるなら大したものだよ。今日はあなたたちにミルクティーをおごってあげる。やった！七死人の剣術修行に関して進捗状況の報告は完了しました。スポーツさん、他にやるべきことはありますか？はあ？お前まさか私をバカにしているのか？いえ、そのようなことは。他に何か仕事がないかお尋ねしただけです。小娘が剣術修行をする様子をずっと監視しているだけなので、時間を無駄にしているような気がして少し罪悪感が。時間の無駄だと？お前はスターピースカンパニーの名誉、琥珀の王の栄光を守っているのだぞ。それはそうと、あいつが構造士の金人を剣で倒せるようになったと言ったか。たかが泉州の金人ごとき、カンパニーのメカと比べ物になるか。今あるメカの装甲を分厚くして補強しろ。あんな小さな生蔵で私たちの最先端技術を傷つけられるはずがない。お言葉ですが、装甲はすでに分厚くしています。足りない、もっと厚くしろ。私が恥をかくということはカンパニー、さらには琥珀の王の面目を潰すことになるんだぞ。お前たちにその責任が取れるのか？わかりました。
うちが相手になる。聞かせて。面白いじゃん。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとかないとね。残戦発注大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。今日もかなり収穫があったよ。うち本当また新しい技を学んだよ。どうすればいいんだろう。よし。試験の前に美月さんに伝えておきたいことがある。実はスコートから果たし状が届いてたんだ。彼はかなり用意周到で、早くから地甲子に根回しして武術交流活動の申請をしてたみたい。そして決闘の場所も金人校に決めてるそうだよ。どうやらそこは彼にとっても縁の深い場所のようだね。でも規定では果たし状を受け取った人は挑戦を拒否することもできるんだよ。それをしちゃったら負けを認めるようなものじゃ。もちろん挑戦は受けるよ。わかった。だけどその前に最後の試験、卒業試験が待ってるよ。うちもびっくりだよ。別に本当に卒業するってわけじゃない。今回の試験の相手があなたの師匠元凶ってだけ。将軍が僕に剣術を教えてくれてた時、重要な節目が訪れるたびに手合わせをして
僕の力量を確認してくれたんだよ。弟子の長所と短所を一番よく分かっているのはやっぱり師匠だからね。元凶師匠と戦うって本当に勝てるのかな。やってみないとわからないよね。まさか相手が僕だからっておじけづいたの？美月なのか？双剣を構えて始めるよ。最後の試験だね。少し緊張してきたよ。頑張れうち、負けるなうち。悪くないね。ここまで持ちこたえられるなら合格だよ。それはそうだけど、今は素直にうちのこと褒めてよね。実際は元気を師匠に勝てたわけじゃないんだけどね。美月なのか、あなたの今の剣術の腕だったら
カンパニーの目か相手でも勝ち目は大いにある。うん、うちもその自信があるよ。ところで今振り返ってみて、剣術よりも重要なものを手に入れたと思わない？この期間、うちは二人の師匠から剣術を学んだだけじゃなくて、多くの人や物事に触れて貴重な経験をたくさん積んだよ。それら全てが君の剣術の栄養となるんだ。ウンリ師匠が、この広大な世界は全てが剣であり、全てが剣の技と言っていたようにね。うん、確かにそうかも。ねえ、スコートをどうやって倒すか、あんたの意見も聞かせてくれない？じゃあそうしよう。実は考えがあるんだ。以前元凶が、悪党たちを倒す方法はたくさんあるけど、英雄になりたいなら自分を高める以外に近道はないって言ったことがある。美月なのか、今のあなたは自分が理想とする英雄に近づいたと思う？もちろん、うちの心の中の英雄はこうするはずだから。スコートと対決するんだけど、すごく緊張するよ。何を緊張することがあるの？カンパニーの雑魚を数人相手にするくらい余裕でしょ。でもいざ勝負ってなったら、スコートはきっとカンパニーのメカを使ってくるはず。どう考えてもあれは剣2本じゃ倒せないよ。師匠たちならきっとできるんだろうけど、でもあいつらと勝負するなんて、か弱いうちには難しすぎると思わない？どうして物理的な破壊にこだわってるわけ？ハッカーとしては最も理想的な戦い方は相手を内側から打ち破ることなんだけど。ほら、剣を貸して。これでよしと。強化完了。力を見せてやれ。それは戦いが始まった時のお楽しみ。これでスコートを倒せるの？好きな先修人のことわざがある。敵を知り己を知れば、相手は確実に押しまいですってね。後半は勝手に作ったでしょ。あなたに何がわかるの？これは前人の悪意、前人の伝統を引き継いでいるんだから。だって今は先週のことわざについて議論している場合じゃない。早くスコートにあなたの凄さを見せつけに行くといい。美月なのか。随分と遅かったな。逃げたんじゃないかと思って。
どうお前と決着をつけようか考えていたところだ。うちが逃げるはずないでしょ。あんたに反省するチャンスをあげたの。でもまさか反省するどころか威張り散らしてたなんてね。遅刻したことをそんなに堂々と言うとはな。お前が私の部下だったらとっちめてやるところだぞ。銀狼がうちの剣に一体どんな細工をしたのかはわからないけど、本当にスコートに勝てるのかな。やっほー、親愛なる美月、もちろん勝てるから安心して。わあ、うちの剣が喋った。美月、私は戦術 AI プロミーかっこ学習版かっこ閉じ、あなたが敵に勝てるようサポートしてあげる。残念だけどそれは違う。むしろ逆に、私をこの武器に取り付けた時、彼女の未熟な溶接技術のせいで剣の対衝撃性能が 12% も低下してしまった。だけどご心配なく、私が勝つための力を貸してあげるから。え、どうやってあいつらを倒すつもりなの。銀狼は私にこう言った。敵を知り己を知れば相手は確実に「おしまい」ですでね。剣先がメカに触れた瞬間、小さなウイルスを敵のオペレーションシステムにロードさせる。ほら、敵に剣を突き刺して。あいつの剣から声が聞こえてきたような気がしたが、幻聴か。よし、食らえ。って本当にこれだけでいいの。再起動。ブログナムの持ち物を検出。どういうことだ。私のメカが。美月なのか。私のメカに一体何をした。うちだって知らないよ。より高い権限のコマンドを認識。戦闘準備モードに入ります。美月、今だ。戦闘開始。まずい。お前たち、メカがあいつらに操られている。早く応戦するんだ。2匹なのか。頼むからそのメカを壊さないでくれ。もちろん。あなたたちが何もしてこないのだったらメカは無傷でいられる。これってどんなサイバー剣術。敵を知り己を知れば相手は確実に「おしまい」です。スコートさん、私たちのメカが乗っ取られました。あいつらを倒すのは無理です。ふん、正々堂々とした勝負だったら武術交流活動と言えたかもしれない。だが残念ながら美月なのか。お前のやったことは法の最後の一線を越えてしまった。お前はカンパニーのメーカーにウイルスを注入し制御権を奪ったんだ。これはカンパニーの知的財産権と生産データを侵害する行為だ。それよりも自分の心配をした方がいい。個人のデータを会社のパソコンなんかに保存したらダメじゃないか、スコート君。個人のデータだと？何を言っているんだ。
忘れたとは言わせない。あなたが大金をはたいて臨終時データ削除サービスを購入していることは確認済み。パソコンの中にあるデータはさぞかし面白いものなんだろうね。見るな。それは私のプライバシーだ。誰が勝手に見ていいと言った。絶対に見るんじゃないぞ。美月、私たちの出した条件は何だった？スコート、今すぐ無名ちゃんに謝って、そして大声でカンパニーのメカを欲しがるのは豚くらいって言って、輸送船のメカ全てにその言葉をプリントして豚の鳴き真似をしてよね。豚の鳴き真似と犬の鳴き真似に本質的な違いはある？前にも聞いたことがあるし、プレイヤーも聞き飽きているはず。ここは新しいことをしてもらうってのはどう？例えば豚の鳴き声でスラーダの広告ソングを歌ってもらうとか。あ、みんなのことだ。ゲームをやりすぎてるせいで言い間違えた。分かった。お前は大したものだ。不夜行の若おかみに謝罪しよう。私はわざと因縁をつけ問題を起こした。全て私が悪かった。それからちょっと待ってくれ。その歌はどうやって歌うんだったか。ああ、そうだ、思い出したぞ。カンパニーのメカを欲しがるのは豚くらい。ふんがふんがふんがふがふがふん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 がふがふがふんが。おお、2回も歌ってくれるなんてサービス精神旺盛だね。スコートさん、調べがつきました。その女は性格ハンターです。なんだと？道理でカンパニーのシステムに軽々と侵入できたわけだ。まずい、バレた。私の正体を知られてしまった以上、社会的に抹殺して口を塞ぐしかない。どれどれ、俺様メカに恋されてに無期帝国ロマンチカ。うーわ、何これ。あなたの趣味は本当に変わっているね。この度は本当に申し訳ございませんでした。今すぐ消えます。失礼しました。しかしスコートさん、この機会にこの女を捕まえれば賞金がもらえるのでは。うるさい、早く行くぞ。これ以上ここにいるとお前たちの秘密も暴かれてしまう。ちょっと待って、帰る前にもう一つ忠告しておく。なんだ。やっぱりクラウド技術を信じるべきだと思う。お前にはわからないだろう。目まぐるしく変わるネットワークを信じるだけでは人間は安心感を得られないんだよ。この勝利は剣術とは全く関係なくてテクノロジーの力だよね。また先週のことわざを学んだ。手に剣はなくとも心には剣があるってね。
から尻尾にも教えてもらえるかな。おい、この俺様をバカにしてるだろ。お前どんどんズブトくなってきてねえか。美月なのか、何を書いてるの。請求列車に手紙を書いてるんだよ。こんなに長いこと留守にしてるから無事を知らせないとね。先週には宝華三月に連なり箇所板金に当たるっていう詩があるでしょ。それを引用するのは少し不吉な気がするけど。へえ、無事を知らせるために手紙を書くって、あなたスマホ持っていないの。それだとありがたみがないでしょ。しかもちゃんと手書きなんだから。これならみんなもうちが本当に泉州にいるってわかるでしょ。でしたら今回の僕たちの輝かしい勝利のこともしっかり書いてくださいね。わざわざ仕事を抜け出してきたのは手紙を書くのに付き合うためじゃないよ。早く庭園美玉パイをやりに行こうよ。早く早くして。ちょっと待ってよ、書き終わったらすぐ行くから。姫子、幼児ちゃん、パムへ、そっちの旅は順調。うちはラフで元気にやってるから安心してね。
元凶師匠と雲里師匠はとても丁寧に教えてくれるから頭では理解できてるんだけど体がついてかないんだよね。頑張って修行した成果見せてあげるね。